高いその専門性を持ってお客様に求められてクライアントの問題解決をして貢献していくと、まあ、それが我々が最も大切にしている、まあ、価値観なんですね。上場大企業向けにその業務アプリケーションというのを開発しています。で特にその固定資産管理っていうその専門領域に特化してやってます。この領域というのは実はその会計制度とか税務とか高度な要件が絡んできてまして、制度変更というのが頻繁に起きる領域なんですね。ですからこういう領域でその高い専門性を持って我々がしっかり内容を把握してシステムとして提供する、それによってお客様に喜んでもらおうと。我々はその専門特化をした SE でありコンサルであり営業パーソンというのが在籍しています。150名ほど在籍してますが、特定領域にその専門特化したメンバーが150人以上いるというのはどんな大手の企業さんでもこれないんですね。この専門特化した高度な人材がいる、このプロダクトと人材、これが強みの源泉だと思っています。結果として今日本を代表するような業界の各リーディングカンパニー、上場会社を中心に4000社以上当社の製品を使ってもらっているんですね。2011年頃から海外にもビジネスでよく出張などやってました。その経験を通してですね、当社の製品というのは十分海外でも通用するというふうな確信に至りました。したがって我々のこの強みを世界に展開していこうというのが今の私の一番の取り組みです。スペシャリティフォーカスタマーっていうその理念を軸にして、私たちはやっぱりそのより活力のある会社にしていきたいと思ってます。その活力のある会社っていうのはやっぱり活力ある人材がいて、活力あるビジネスがあって、これまでなかった、世の中になかった新たなソリューションっていうのを企画開発して世の中に提供し続けている、そういう会社にしていきたいと。自分なりにその専門性を高めて、その知識としてこう手に職を持つ、成長志向、職人志向を持っているような人ぜひ来てもらいたいと思いますし、一方で新たなそのテクノロジーを取り込んでいって、世の中に初めてとなるようなソリューションや、概念を打ち出す、そういうことにその関心興味を持っているような人、勉強だけにこだわらずですね、やっぱりその若いうちに一つのことに本気で取り組んで何かその物事を成したと、あるいは成せなかったけどものすごくその挫折を味わいながら頑張ったと、こういうような人たちにはぜひうちの門を叩いてもらいたいですね。